はい。 こんにちは藤井田京です今回はタスクマジックとゼロワークについての質問をいただきました、えー、回答します、えー、タスクマジックのティア4をすでに購入していますがゼロワークティア2を新しく購入する価値はありますかという質問と、えー、ティア1の場合タスクマジックとゼロワークどちらの方がおすすめですかっていう質問をいただいていますで私は両方とも、えー、使っていますタスクマジックに関してはティア4を使っていてゼロワークに関してはですね昨日の夜に,夜に、えー、ダイセンスのティア2にアップグレードをしましたでどちらも1年以上使っていますので えー、お答えができるかなと思いますまずですね結論としてはタスクマジックのティア4をすでに購入しているのであれば新しくゼロワークを購入する必要は特にないと思います。でタスクマジックの方が上なのかというと私は実はそうは思っていなくて少し工夫は必要なんですがもしその工夫ができるんだったらゼロワークでもいいんじゃないかなと。 で違いは何かと説明するとまずタスクマジックの、えー、長所と短所がありますでタスクマジックの長所に関しては、えー、初心者でも自動化を設計しやすい作りやすいということですそして熱狂的ですタスクマジックは、えー、利用者が多いこともあったり とにかく最近コミュニティができたりしてかなり熱狂的熱があるんですねコミュニティにただからタスクマジックを使う利点初心者でも使いやすい作りやすいかなり熱があるコミュニティがあるっていう長所があります一方弱点もありますバグが多いんですね結構え修正はされているんです1年前から修正はされているんですけど未だにいくつかバグがあったりするので使っていて不満を感じる人もいると思いますタスクマジックは初心者でも使いやすい反面バグもあるということですね 一方ゼロワークは、えー、長所メリットは少し工夫すると初心者でも自動化を作ることができます。でその工夫するってことに関してなんですがこれは無料のツールを使うことで自動化を簡単に作れます。 ただこれをな,なしだと初心者は自動化を作れないと思います知識がある人だったら全く問題ないんですが無料ツールが必要かなと初心者は思いますねあとゼロワークはタスクマジックと比較して致命的なバグがないです私は一回も遭遇したことはないですね細かいバグはおそらくあると思うんですただタスクマジックほど致命的なバグはないということですでゼロワークの弱点は少し工夫が必要ということですねでこの工夫っていうのは本当に少しの工夫です、まあ、後ほど解説をします先にタスククマジックの方から お見せしようと思いますタスクマジックで自動化を作る際にはですね、かなり直感的に作ることができるんですよ、えー、実際こちらタスクマジックです Web を押して、えー、クッキーを使わずに自動化を作ってみますで今こう,こうやるとブラウザウィンドウが立ち上がりましたねでタスクマジックで自動化を作る時にはですね、まずステップの1で自動化を行いたいページへと移動します でページが開いたらここで,です、ね、直感的にどこをクリックしたいのか何をしたいのか何を入力したいのかということを行っていきます例えば、えー、この場所このリンクをクリックしたいということを追加したい場合はここを実際に押すだけですねそうすると右のウィンドウ側でステップ2にクリックというアクションが追加されましたで例えばこのページ内のこの要素をスクレープしたい スクレーピングしたい抽出したい場合はスクレープシングルを押してこの部分にカーソルを合わせて押すそしてコンファームを押すとこのページ内のこのテキストを抽出するっていうことが追加されますだから自動化を作る際にはタスクマジックでこういうふうに直感的にどこをクリックして何を入力してってことを指示する だけで簡単にここのような自動化を作るるとがでできるわけですねで今パッと作ったこの自動化を実際に行うにはこのプレイステップスをというボタンを押すと実際に自動化が開始されますページを開いてリンクを押すこの部分を押すという自動化が実際に行われますはいリンクが押されましたそしてページ内の要素がスクリプされて終了となので自動化を作るのがすごく直感的で簡単です では次にゼロワークの方ですね。ゼロワークで自動化を作るにはこういった画面があります。キャンバスがあるわけですね。キャンバス上で、えー、自動化のアクションを追加していく必要があります。例えばページを開きたい場合はオープンリンクでページの開くというこれアクションを追加していってページのどこかをクリックしたい場合はクリックというこのアクションを追加していきます。でページの要素ページ内の要素を、えー、抽出したい場合はセーブウェブエレメント これを追加するわけで、すねでこれをつなげるわけです。こうやってつなげると、ページを開いて、ページ内のどこかをクリックして、えー、クリックして出てきたページ内から特定の何かを抽出するっていう、こういう流れでやりますよってことを指示する必要があります。で、ここでですねど、例えばこの場所、Google についてというこのリンクをクリックしたいと、指示を出すためにはどうすればいいのかっていうと、ここで CSS セレクターを指定する必要があるんですね。 ではこの CS セレクターとか XPAS についての知識がない人どうすればいいのか初心者はこんなもの分かんないよということだと思うんですその場合はこういったコピー CSS セレクターという無料の拡張機能がありますこちら無料ですこれをインストールしていただくと例えばページ内でそのこちらのリンクをクリックしたい場合はこのリンクにカーソルを合わせて右クリックするとコピー CSS セレクターっていうのが出てきますねここを押しますそうするとこの要素の CSS セレクターを自動的に検出してコピーすることが できますあとはコピーした CSS フェクターをここに貼り付けるだけということですね。そうすると初心者でも簡単にこういったコピー CSS セレクターという無料の拡張機能を使うことで自動化を作ることができます。例えばこちらページ内の様子をスクレープしたい場合は これも先ほどと同じようにどこを保存したいですかってことを指示するわけですね。このページ内のこのテキストを保存したい場合はコピー CSS セレクターでこの要素の CS セレクターを検出しコピーしてコピーした CS セレクターをここに貼り付けるというような流れですで。こちらのゼロワークでもこのように作ることができます。ただご覧いただいたようにこのゼロワークに関しては通常はこういったコピー CS セレクターの知識が必要なんですで。知識がない場合はこういった無料のツールを使う必要があります。でこちらゼロ ワークででも自動化をを行うにはこちらを押すすだけですそうするとブラウザが立ち上がってページ内のリンクが押されてページ内の要素をスクレープして終了するとこういう感じですねなのでタスクマジックでもゼローワークでもどちらも自動化を作れますし自動化を実行できます ブラウザ内の作業を自動化するここで決め手となるのがどちらを取るかということなんですタスクマジックは初心者でも使いやすいけどバグがあるよねということなんですゼロワークよりも初心者に優しいけどバグがある一方ゼロワークはバグがタスクマジックほどない少なくとも私は致命的なバグに遭遇したことは一度もないですただ ゼロワークはタスクマジックよりも少し工夫が必要です。その工夫というのは、こういった無料の拡張機能を使いましょうということなんですね。ただ、これ裏を返せば、こういったコピー CSS セレクターのような補助ツールがあれば、誰でも、えー 強力な自動化を作れるとということですねバグが多いけど初心者に優しいタスクマジックがバグがないけどちょっと工夫が必要なゼロワークかということです私個人的にはゼロワークの方が使ってる回数は多いと思いますただ初心者におすすめするなら私はタスクマジックをおすすめしますねでどちらの製品もしっかりとアップデートが重ねられていて定期的に どんどん向上し改善されていますのでどちらを使っても今後アップデートされていきますそこは間違いないですそういったところで選んでいただければよろしいかと思いますでは失礼いたします